こんばんは。こんばんは。ジャック飯川です。ナオトです。ナオさんです。はい。はい、ゴーフィッシング第3弾ということで。3弾目。はい。第1弾はルアー釣り初心者の方に向けた基礎編。はい。で第2弾は時間の有効さというか、時間の大切さですね。地合いの大切さ、マズメをちゃんとやりましょうっていうので、第3弾は夜釣り。来ました。はい。ナイトゲームと言われるやつですね。有名ですよ。はい、ルアーっつったら夜。だよね、ナイトゲームといえばもう ね夜ですから、うん、基本的に餌釣りとルアー釣りで根本的に違うのはやっぱルアーって魚を騙さなきゃいけないので、やっぱり夜になると魚の警戒心も薄れて比較的ルアーをね食ってきやすい時間帯になりますので、はい、そういうところを狙って釣りされた方がルアー釣りは本当はやりやすい、ただし安全面気をつけていただきたい、気をつけないといけないところも出てくるのが夜釣りです、はいはい、必須のものとしてはもちろんこれですね、ライフジャケット、はい、あとはこれね、ヘッドライト、はい、これ本当に歩くときにこういうのとか落ちたりするんで、危ないよね、危ないんでこういうのがあるんで、足元を照らしながらですね、はい、歩いていただければと思います。でヘッドライト使用するときの、マナーみたいなのがあるんですけど、海面照らしちゃうと結構魚の警戒心があって釣れなくなったりすることがあるんですよね。釣り人の方がいらっしゃったら、ね、うん、絶対ライトは向けないように、うん、はい、そうです、マナーとしてね、うん、どうしても何かあった場合は、あの周りの方にちょっとすいません、海面照らさせてもらっていいですか、いいですよってもし言ってもらえるならね、一言絶対声かけるようにしましょう、はい、あと夜釣りでね、結構その先行者の方いて、で隣で釣りしてて気づかずにトラブルしたってこともあるんで、暗闇なんでね、あの近くに釣り人がいらっしゃるときは隣に入りますねって一言必ず言ってあげてください、ね、万が一のことが起きたときにも助かる確率が絶対上がるんで、そうですね、はい、はい、情報もらえたりしますからね、そうですね、結構敷居高い釣りって思われがちなんですけど、そのちゃんとした装備と意識さえあれば、まあね、至って昼の釣りと、まあ、基本的には変わらないので、はい、まあ、しっかり安全意識、はい、持っていただいて、まあ、昼に必ず下見してから夜来るようにした方がいいと思います。そうですね、はいはい、ポイントの選び方としてはこういうですね、ジョヤ島あるところ、ジョヤ島にプランクトンが集まり、それを食べに小魚が集まり、それを小魚を食べに大きい魚が来るという弱肉強食のね、はいはい、世界が出来上がりますんで、そういうところをルアー釣りの場所として選ぶと良いかなと。じゃあちょっとやっていきましょう、はい、はい、ジグヘッドでいきますね、もうね、準備編は第1話でね、やってる通り昼間と違うテーマですね、魚が浮いてきてる可能性が高いので、そうですね、競争から探っていきましょう、光に集まったね、ご飯を食べに来てる、食べに上に来てる可能性がありますからね、はい、まずは上から、お、いますね、魚いる、生後います、生後、生後います、何センチぐらい、25センチか30センチぐらいぐらい、あ、いいですね、お隣失礼します、はい、どうぞ、後ろ確認、 OK、 キャスト、お、当たったね、見た、今当たったね、ジュ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 ってなったね、早速、昼間釣れない魚種とかが釣りやすくなったりするから、そうなんだよね、それも楽しみの一つなんですよね、本当に昼と魚が変わるんで、早晩遅晩二交代制ですもんね、シフト制だから、やることは昼間と変わらないですけど、基本やっぱりブラインド、うん、見えない釣りになるから、ライン落とす時も指で挟んだりとかですね、ね、トラブルがないように極力丁寧に見えない分ですね、うん、結構想像することが大事ですね、今こういうとこにいてどういう動きしてて魚がどういう食い方して、妄想が上手い人は釣りが上手いみたいなとか妄想族、妄想族はやっぱ強い、だいたい上野島が来て始めてから1時間ぐらいしないと、そうですね、暗くなってからすぐはね、魚がまだ集まってないから、だいたい1時間ぐらいするといよいよ夜の釣りがスタートするかなって、まあ、イメージかなね、だいたいそのあんまり軽いジグヘッド使いすぎると夜だと余計何やってるか分かんないんで、うん、初心者の方はもう 1g 以上でいいと思います何してるか分かんないとトラブルも多いですしね、いいことないんで 1g ぐらいを基準にしてもらって、まずは始められるといいと思います。石川さんは夜の色とかって何かあります？俺でもね、なんか透明な色がやっぱ昼も夜も万能ですよね、そうそうそう、俺もクリア系ですね、クリアにラメ入ってるとか、あと夜たまに真っ黒使ったりとか、ね、ああシルエット出してね、うん、ナオト君はライト周りはクリア、 あとね、ちょっと緑がかったようなクリアとか、基本は透け感の強い色を使ってます。結構足元にそのシーバスがいる堤防ってあると思うんですよ、うん、ライトに集まってきてる、あ、乗った乗った乗った、来た来た、おおおおいい味だ、おおおおおいい味釣れた、全然豆じゃないじゃないですか、ね、
アジでございます。これマアジかな。マアジじゃないですか。マアジっぽいよね。でも上の方で当たるのは多分ちっちゃいアジ で、下の方に大きいの。そうそうそう、沈めてみたらちょっといいのが出た。でこれは昼間釣るのはやっぱり難しい。難しい、うん、でも夜になるとこういうね、うん、光に集まってきてすごい絞りやすい場所、うん、しかもルアーに結構反応してくれるんで、うん、アジってね結構居場所がコロコロ変わる魚なんで、いないところには本当にいないんですよ。地域によっては全く釣れないってことがあるんで。 でもアジがいないところに代わりにメバルがいたりとかするんで、まあ、アジだけを狙って釣りするんじゃなくてアジメバルどっちが釣れてもいいなっていうふうに思って釣りされた方が精神的にはいいと思います。はい、1魚種目、はい、はい、ありがとうございます。美味しいですよこれは。はい、なんとかルアー変えたの。長いやつにしました。あ、合わせた。イワシがいっぱいいるんで。あれ何それ、アジ。あ、さあメバル。あ、メバル。あ、メバル。やったやったやった。オッケーオッケーオッケー。メバルちゃんや。足元、足元。お、来た。ダブルヒット、ダブルヒット。あ、バレた。バレたんかい。ちょっとよかった。これね、夜の力ですよ、これが。めっちゃポコポコ釣れるでしょ、魚が。なんか夜のルアー釣りって結構やっぱ釣りやすくてね、楽しいですよ。ちょっと可愛いから逃がしたい。そうですね。だぜ。逃がします。ありがとうございます。やっぱ匂い付きはもう強いね。匂い付きあ、匂い付きでやってんだ。夜も匂い付きはやっぱ強いね。夜の釣りは、メバルとかアジとかもそうなんですけど、まあ、メバルがそうですかね。穴の中から出てきて、結構この街灯周りとかはもうほんまの表層からちょっと下ぐらいまで浮いてきてたりするんで、基本は上からちょっとずつ探っていって、当たりが多い層を見つけて、そこを重点的にもう攻めていくっていう、うん、層を変えていく術なんですけど、まあ、カウントを取っていくのがいいですね。着水してからもう沈めずに巻くんがカウント0なり、1秒待ってから巻く、でこれカウント1みたいな感じで、秒数でそこまでずっと刻んでいって、例えばそこまで落ちるんが10秒かかるんやったら5秒で止めて中層巻いてみるとか、どのレンジで当たったかが、どの深さで当たったかが分かりやすいんで、一頭一頭結構しっかりどこまで落としたかなっていうのを覚えとくと数釣りが楽しめるので、特にアジングなんかはそういう釣りをしてあげると。5の倍数とかでね、やってみるとか。そうですね、3の倍数ではちょっとアホにはならないように。鍋圧ですよね。これはまた、はい、カサゴちゃん。ずっと同じ場所で釣ってるじゃないですか。そう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 、神ポジションや。ひたすらね、ここに光があってやっぱそこが影になってるやろうね。これが夜の強みや。ね、同じとこでずっと釣れるから。これ街灯なんですけどね。わざとらしいな。影ができるんですよ、はい。防波堤にこう光が当たってて、ここの影が落ちてて、だいたいその影側にメバルとかチーバスとかつくんですよね。なんでその影と明るいところのギリギリを通すと結構食ってくることがあるので、足元周りなんで影が落ちてるところを狙って徹底して打っていくと結構超過が出やすいです。あと夜釣りあるある言っていいですか。はい、深夜になったらちょっと食いしぶりません。8、9、10、11、12時ぐらいまでがそういいですよね。1時ぐらいからになっちゃって、ちょっと渋くなって、なんかねえ、あれは全国共通なのかな。うちの地元もそうです。あ、やっぱそうですか。お腹いっぱいになってるんじゃないですか、その頃に。だから暗くなって1時間後から、うん、まあ12時ぐらいまでは結構遊べるかなって、はい、そうですね。あ、当たるね。当たった。あ、もう積極的に、積極的にガンガン行こうってタイプじゃない。もうここ放置してたら、うん、餌釣りやんそれ。ルアーじゃないんです。できますね、松釣り。あ、でかいやつ来た。来た来た、食う。全然僕の見てなかったっす。っこのオッケー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 。でけえの、でけえの。ちょっといいかも。タモいる。あ、多分大丈夫。抜ける？分かんない、微妙。暗いからね、ちょっと。ちょっとサイズが分かんない。あ、頑張る、頑張る、いくよ。よいしょ。おー、そんな変わんなかった。そんな。ドラグが緩かっただけです。でもいい味だね。全然いい味よね。うん。やっぱ、この、ここにやっぱいるね、このサイズ。
今ね、ベイトアジが追っかけてる。やってみんなおときに、こっちや。よし。こっちに。チャンスタイムですね。チャンスタイムです。オッケー。オッケー、めちゃくちゃ集中してます。めちゃくちゃ集中してます。いましたー。喋りません。あ、ムツ。ムツ。ムツでした。ムツでした。ムツでした。アジじゃありませんでした。いや、街頭周りいろんな魚が釣れるからやっぱり。え、もういいですか。もうだって5魚種目とか。ただ巻きで。でか。超でかいやん。いいムツですよね。美味しいで。いや、これ食いて。あ、フライにしたら最高やで。やばらしい。やってこや次来るとき。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。わずか1時間足らずで大爆笑という。1時間経ってないんじゃないですか。経ってないと思う全然、ね。もうこんなに釣れると正直思ってなかったっすよ。ね、うまくいきすぎましたね。うまくいきすぎた。まあ現実多分こうじゃないですよね。はい、あの皆さんが普段行かれるフィールドがどこになるかっていうのはありますけど、場所によってはね全くこんなにうまくいくことも全然ないと思います。これはいいあれでしたね。うん、最高にいい状況ですよね。いい状況。こういう風にいい釣りをしようと思ったらいい場所を見つけることが一番なので、釣れる場所、釣れる情報にちゃんと気を配ってその場所に行くこと、その自分が住んでる場所ごとにいる魚をですね、はい、あの狙っていってもらえればいいなと。はい、別にアジ釣れたから偉いとかないですか。冬の夜はねもっと釣れるんですよ、メバルとかがね。はい、でまあ防寒対策しっかりしていただいてやってもらえればいいかなと思います。今回ですね1対1弾から第2弾、はい、第3弾とルアー釣りの初心者向けの講座としてやってきましたけど、はい、どうでした、そのなんかこれからルアー始める人に対して伝えたいことみたいな。やっぱり僕とかまあ石川さんもそうですけど、うん、いつもどっちか言ったらビッグゲームよりそうだね。だからいざライトゲームしっかりやってみると、うん、やっぱりこんなに魚は釣れるのかと、うん、そうね、思うぐらい釣れるんで、うん、やっぱ最初ルアー入るには、うん、もう今回ご紹介したね釣り方ライトゲームはもう鉄板だと思うんで、だよね、はい、ぜひ入門にね、うん、やってみてもらってルアー釣りの楽しさを知っていただけたらなと、うん、そうですね思います、うん、僕らもね普段ね平正やれ平正だのねでっかいシルバスだのやってますけど、そんな釣れませんから。そんな釣れませんよ。高いお金かけていいとこ行っても釣れませんから、はい、言ってもね、そんないいことばっかりじゃないので、まあ、いろんな釣り経験していってもらうとルアー釣りの奥深さっていうのが上がってくるのかなと。そうですね、思います。ルアーゲームの極意一つ、はい、もうこれはもうあの超過を伸ばすための一番の近道です。はい、一つあります、はい、足で稼ぐことです。なるほど、はい、はい、名言ですね。それだけは皆さんにお伝えしたかったと思いまして、はい、足を使い、足を使うことです、はい。今回ですね、あの釣り具メーカーのダイワさんからこのゴーフィッシングというキャンペーンが始まっておりまして、インスタグラムとかフォローするとあのプレゼントとかもらえたりするようなので、水筒みたいなやつとかね、そうそうそう、防水ウォッチとかあるので、なんでぜひゴーフィッシングの方のインスタグラムをフォローしていただければと思います。詳しく概要欄に貼ってますんでぜひ見ていただければ、はい、はい、よろしくお願いします。押してください、はい。何買えばいいのかなって悩んだ方は概要欄に今回僕らが使ったルアーだったりと思ってますんで、よかったら見ていただければと思います。はい、はい、というわけであの足を使いつついろんなルアー釣りを体験してみてください、はい、というところでございます。皆さんのね、あの見ていただいて、釣りの勉強になりましたというコメントを非常にありがたく思っております。引き続きどうぞよろしくお願いします。見てます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。